ちばちゃんの競馬人生。おはようございます。ちばちゃんの競馬人生、ちばちゃんです。本日はアルゼンチン共和国杯がある日なんですけど、東京競馬場はね、比較的近くて行きやすいんですけど、僕あの東京競馬場行ったら、ね、ほとんど勝ってないことに、ね、気づきまして、昨日も負けた、毎日王冠も負けた、府中牝馬も負けた、東京競馬場と相性悪いので、昨日はあんな土砂降りの中行ったけど、今日は晴れてるけど行かない、家でやろうかなと思います。だんだん心惹かれてく、その眩しい笑顔に。いただきます。うん、うまい。バターと醤油と味の素、うまい。はい、今日はね、5万円入れてきました。で、まあちょっとどこに直金額行こうかちょっとまだ迷ってるんですけど、まあ、とりあえず5万勝負したいと思います。あの一昨日ぐらいにあの銭湯行ったんですよ。ちょっとこれ本当びっくりしたんですけど、銭湯行って、まあ、あの髪の毛洗って体洗ってたら、そのそれは男性陣のね、その下半身が見えるわけじゃないですか。もう俺本当初めて見たんだけど、あの半端なく金玉でかい人がいたんですよ。その竿の部分がでかいとかじゃなくて、金玉がめちゃめちゃでかくて、金玉でっかーと思って、もう すごいんですよ、マジで。俺もう最初見たとき、なんか、悪魔の身ぶら下がってるみたいな、ブリーって金玉。で、棒横にちょんみたいな。横棒、なんか、その、金玉がでかすぎるから、多分、肩筋が、こう、肩筋がもうでかすぎて、こう、足の間には収まんなくて、その、前に出てくるから、こう、棒の横に肩筋で後ろに金玉ガーみたいな、こう すごいでかーと思ってびっくりしちゃって、俺 あんなでかいとこ初めて見て、その棒がでかいとかさ、まあまあまあ いるわけじゃない、たまでかーと。だから誰かにこれ喋りたいなと思ったけどね、誰にも喋る場所がないからここで喋りました。初めて見て、あの下半身の主役が金玉の人、俺初めて見た。大体やっぱ棒なのに、あの人はもう主役金玉だった。マジすごい、マジですごいもん見れたので、なんか競馬勝てる気がします。ってことで本日も競馬やっていきましょう。さあ1レース目、ラズライト、コアタ、ハッピーアズラリー、ノリさん。ハッピーアズラリーはそうなるからまあいいんですよ。ラズライト、コアタが勝って最後にハッピーアズラリーが突っ込んできてくれれば、このレース当たればなかなかじゃない。こんだけさ、人気割れて下級条件で牝馬限定戦っていうのはめちゃくちゃ誰もがやりたがらないレースでしょ。でラズライトめちゃくちゃいい位置でよ、これ縦長えな。ちょっと待って、これ三浦やばいわ。三浦めっちゃいいとこいる。これさすがにハッピーアズラリー後ろすぎるわ。これちょっといくらなんでもな。
いやこれラズライトめっちゃいいよ。マジでラズライトめっちゃいいけど、いや三浦がやばい、三浦がこれやばい。もう三浦東京ダート戦力めちゃくちゃ来るんだよな。もう毎回三浦にやられてる気がする。パープルナイトの時も、あラズライト、あもうハッピーアズラリーは無理だ。ラズライトは来るでしょこれ。いやラズライト、いやサンキャメロンの手応えいいな。いやラズライトいけるだろこれ。一発目単勝1000円だけど当たったらでかいよ。いやでも三浦、いやもう三浦だ。いややばいやばい、粘れラズレット粘れ、ラズレット粘れ。いやー三浦だこれ、7も来たし、いやーだかされるよね。いやーまただ、相手いない。昨日と同じ、え昨日と全く同じだ。どうしようか、1頭増やすこれ、20丸丸黒三角まで増やす。昨日もファンタジーステークスで10番人気本命で2着来てんのに相手がいない、相手ビリーだったんですよ。いやでも相手増やして当たる確率増えるかもしれないけど、そしたらバック安くなるもんね。菊花賞アーバンシックとヘデントールで25万でしょ。あれが減っちゃうってことだもんね。このままがいいか、このままがいいか、このままでいいか。ハッピーアズラリー何着だ。次はウィン5いきましょう。三浦、サルバトーレ、そろそろサルバトーレが3勝クラス突破するのを見たい。ただウェイワードアクトトサキもかなり強い馬だと思うので、ウィン5はその2頭で、ワイドはジョージケソーロ行きました。はい、サルバトーレ完璧なポジション、砂かぶんない、これは勝ちました。ようやく3勝クラス突破できるでしょう。ようやくよ、ようやくようやく完璧。いやもう三浦マジで東京は戦力、あれなんかポジション下がってんな。いやいいよ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 、サルバトーレ、サルバトーレ三浦、サルバトーレ、サルバトーレ頑張れ、3勝クラス突破しよう。サルバトーレ進路狭いか、サルバトーレ、サルバトーレ、サルバトーレ、トサキも進路狭い、サルバトーレ頑張れ、ジョージデソーロ来てる、三浦、うわウェイワードアクト来た、なんかジョージデマロン来てる、ジョージデロマンだっけ、ウェイワード、サルバトーレ、じゃあウェイワードウィンワンは行ってよ、ウィンワンは行ってよね、ウィンワンは行くよね、ウィンワンは行くよね、よしよし。サルバトーレサルバトーレ、ウィン1を突破しました。ウィン1を制する者がウィン5を制しますから、ウィン2いきましょう。ウィン2、5番タカノシャンス、7番アドマイアラビ、8番クファシル、10番のピンクマクフィー以外の人気馬。タカノシャンス、アドマイアラビが勝ったら一番でかいかな。岩田未来くんお願いします。岩田未来、ピンクマクフィー以外なんだよこれ。ピンクマクフィーにもしその展開が向く感じになっちゃって、大外最高峰大外一騎みたいな決まっちゃったらマジでやだ。そして9番やめて逃げすぎ怖い。タガノ、タガノアドマイヤ走る、あーアドマイヤやばいかな、動いてんな。タガノシャンスめっちゃくちゃ手応えいい。タガノシャンス、タガノシャンスかわすの手応えがやばい。タガノシャンス、これかタガノシャンスだろ。はいはい、勝ってるの全部来た、クワシルも来た、よしよしよし、さすがに大丈夫、クワシルかタガノだこれ、さすがに大丈夫、よし、高野の方がいいけど、クワシルかな、あクワシルかな、オッケーオッケー、まあいいよ、しょうがない、オッケー、ウィン2突破、まあまあしょうがないしょうがない、いいよいいよ、一番人気かな。今日硬そうですね。イクイノックスの宝塚記念ですら、イクイノックスがいたのに9万ぐらいだったんで、結局ね、うん、大丈夫じゃないかな。
とりあえずウィンツー突破、ウィンツーでいきましょう。ウィン3、うわぁ !9 番のスノーテイラーです。まず3コーナーエンタンでスノーテイラー、そして6番のエターナルタイム出ていきます。外は15番レッドヒルシューズ、前サット、そしてウィンモナーク。内からは4番ラミュリントスも行きまして、さらに1番のメイクアスタッチ、片方がいます。1等なんだけどなぁ、ここ。ここ1等なんだけどなぁ。なんかスタートする前なんかこうなってたもん、ペアポルックス。なんかもうペアポルックス、やかな、まだスーパーハイペースだったら35秒2の福島で最高峰から、エターナルタイム、1200m の福島であれは無理だ、うん、残念でした。アルゼンチン共和国、はい、本命は8番ラーグルフ、対抗10番のマイネルウィルトスです。まあ僕の中で今日荒れるレースはここなんじゃないかなと思いまして、一応ウィン5でね、1番ミクソロジー、8番ラーグルフ、10番マイネルウィルトス、14番セレッション、16番湘南バシット、まあ買ってたんですけど、まあその中で、まあ、荒れるレースと思ってるし、じゃあ何の馬券買おうかなって思った時に、正直セレシオンとか湘南バシットとかを買いたかったんですけど、やっぱ不安要素もねあるので、ならまあ一番僕がこの5頭の中で、じゃあ一番人気のないラーグルフから買おうということで、ラーグルフの単勝と、ラーグルフとマイネルブリトスの生まれんワイド5000円買いました。前走のオールカマーでうちをロスなく運んで、まあ、結構手応え良さそうだったんだけど、まあ、7着でした。で、まあ、ステラベローチェと最後まで接戦できてたんで、まあ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 、サボーナとも別にそこまであの差があったわけでもないので、まあまあまあいいかなと。で、札幌記念、アメリカジョッキークラブカップ、中山記念と、あの馬場がねもうとんでもなくやばかったんですよ。でも両馬場なら結構ねやれると思うんですよね。大阪杯はスムーズならもう少し絶対差を詰めれてただろうし、あの中山記念も2着ですし、中山金牌も勝ってますし、あの本当馬場がとにかく向かなかった。で、前走は馬場は良かったけど、展開が向かなかったっていうので、で今日の東京を見てると、やっぱ内を各馬開けて外差し傾向がかなり強くなってきたので、でそういう外差し馬場の東京だったら、ラーグルフはまだまだやれるんじゃないかなと思います。人気ないからこそここは僕は行きたいなということで、ラーグルフ本命ですね。で、相手にはまあマイネルビルトス、まあ、この馬もやっぱ安定感あるし、結局ね去年も来てますし、この2頭ともどっちも人気ないんですけど、まあ2頭とも来たらかなりつくと思うんで、この2頭で行きたいと思います。ラーグルフ、マルタ、マルタ頑張れ、ラーグルフ、ラーグルフ、おおおお、ほら意外と行く、いや意外と行ってる、ジャンカズマ行く、おーラーグルフ結構、おー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 おお、1、2、3、5番って、サボーナより前、マジ控えて欲しかったけどな、ちょっと正直。いやでももう、もう信じるよ、もう信じるしかない、もう残されたことは信じるのみ。かかってんの、ちょっと待って、大丈夫、人気の馬がかかったらもう激ヤバよ、せめて実力は発揮してくれ。いやいや、これいいんじゃない、いや待って、ベストポジションかもしんないこれ。ねえ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 、これあるんじゃない、これねえ、これあるんじゃない、これラーグルフの、ねえ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 、ラーグルフの手応え、ラーグルフの手応え、いやービルトスが早く来ちゃったけど、ラーグルフ頑張れ、あーやばい、まるでついてけ、ミルトスについてけ、ラーあーやばい、ラーグルフ、ミルトスめっちゃ手応えいい、あラーグルフ、あ、やっぱ早かった、もう早かったわ、もう止まっちゃった、もう止まっちゃった、早い、あっこ来た、早い、あっこ頑張れ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 、クロミナスか、早い、あっこ勝ったら、待って、早い、あっこすげえ、
早やっこすげえ。いや待って、俺まあしょうがないか、早やっこも好きだけど、何回も買ってきたけど早やっこ、いやすげえわこれは当たりません。5000円でよかった。荒れる予想まで合ってた、そこしか合ってなかった。5000円でよかった。マジでセーフ。ウィルトスどこ行ったってことは良かったのに。さあ本日の大勝負レース、宮古ステークス、僕の本命は8番オメガギネス、対抗9番のハピーでございます。まあ、オメガギネスはやっぱりまだフェブラリーステークスでしか大崩れしてないし、2走前のやっぱオープンでめちゃめちゃ強い走りしてるし、東海ステークスもまあまあ負けはしましたけど、京都コースはね得意だと思うんですよ。でプラスあのやや重以上、やや重重馬場、不良馬場の方が両馬場よりも力を発揮できるのかなと。でこの京都のこの宮古ステークスって結構例年差し展開になるし、で今回も水戸の方が大外の方に入ったのでかなりペース流れると思うんですよね。逃げたい馬も多いので、でペースが流れるとかなり差し展開になると思うので、でもうこのオメガギネスが今までその重賞まだ勝ててないのはあと展開一つだと思ってるんで、で今回は展開も向く得意舞台ということで、しっかり頭で買おうということで、オメガギネスの単勝と相手のハピもこれも同じです。もう前走はあの中京のダート1900で外枠フリーの中大外からポジション取りに行って最後止まった感じだと、まだあの衰えてるとかじゃないと思う。控えて展開さえ向けばこのままやれると思うので、とにかく前が速くなって、外差し展開になるプラスオメガギネスとハピは仲良くあの中段か中段ちょい後ろぐらい控えてくれれば熱いんじゃないかなと思っております。さあオメガギネスとハピで宮古ステークス行きましょう。オメガギネス藤岡、スタート悪い、スタート悪いけど逆にこれで後ろから行くっていうのではっきりしたんじゃない。よしよしよし、ミトノー行こう、アウトレンジ行こう、ドライレイで行こう、プロミストーリアは行かないんだ。なるほどね、アウトレンジとミトノー行け、ドライレイだ行け、前先行馬が潰れる流れになってくれ。そうなりゃオッケー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 、あもう想像通り、マジでここまで想像通りの位置いるわ。これであとは前が流れて前が崩れる展開だったら問題ないと思う。あとはペース次第。サンライズジパン、え遅いのかな。いやオメガギネス上がってってる、どうなんだろう、それどうなんだろう。オメガギネス上がってってる、それはどうに手応えが溢れんばかりなの、それとも、いやこれ絶好だろ、いやいやこれ絶好だろ、オメガギネスとハッピー、これハッピーも来るよ、これこれハッピーも来るよ。いや待って、オメガやばい、オメガちょ待って、やばいやばい、だそれちょ待ってくれ、なんじゃそりゃそりゃ、いい一つも伸びない、なんじゃそりゃ、超前残り、なんじゃそりゃ、3歳は強っ、ちょっと待って、やば、直線がおもんなすぎる、直線がおもんなすぎんだよ、おい直線があまりにもおもんねんだよこれ、ちょっと待って、怒りの最終レース勝ってきました。バーン、本命1番戸崎、対抗10番ニコラウス、もうね単勝勝ってちゃ安すぎるんですよ。単勝2倍2点何倍、2万いったところで4万にしかならない、今日の負けなんぼですか、もう5万負けてますわ、でこれ2万いってるからもう7万ですわ、で昨日の負け3万ですわ、だから10万負けてるんですよ。ワイド買ってももうダメ、取り返せない、ワイド 2.8 倍ぐらいしかつかない、取り返せない、馬ね1点、休日エルテが来たらもう泣いて諦めます、もう仕方ない。まあ戸崎はもうやっぱもう怒りの最終といえば戸崎、
や怒りは川田か、普通に最初は戸崎で、コラウスはスティールブルーが、前走負けた2着に入った里見のキラリっていう馬に前走3馬身差ぐらいつけられてるんですけど、あの毎日王冠の日でかなり、まあ、前の方が有利、まあ、里見のキラリもある程度後ろから行ってたんですけど、それをさらにちょっとかなり厳しい位置からの2着入ってたので、まあもうルージュスエルテに勝てばいいだけ、当たったら6倍ついてるから、12万ぐらい、もうプラス2万までいくよ。競馬結局最初当たるかどうかだからってことで、イカレの最初です。行きましょう。戸崎、ニコラス、ホギノ、遅れた、早速遅れていく。でも差し届いてるもんね、早子があんなすごい位置から来てるもんね。ニコラス、スティールブルーは大丈夫、戸崎だからルージュだけ、もうルーコいいとこいるわ、ルージュもう来そうじゃん、ルージュちょ待ってマジでルージュお願い、ルージュお願いやめてね、うち入れてるニコラウス、ルージュお願い、ルージュお願い、ルージュお願い、3着ルージュお願い、頑張ってもいいけど3着お願い、ニコラウス、戸崎スーパー神騎乗、戸崎スーパー神騎乗かましてくれ、戸崎のスーパー神騎乗のしてる後ろで荻野が爆裂神騎乗、ああこれ手応えはいい、どっちも打ち通してる、ルージュお願いやめて、スティールブルー、まず戸崎、当たりそう、ニコラスの手応え、スティールブルーが遅い、いや大丈夫、一緒に来い、一緒に来る、やばいルージュ来てる、ガールージュ来てる、逃げるニコラス、ニコラス誰だ、逃げてる馬、あ、やばい、危ない、テーブルコース、あー、あー、なんだ、誰、誰、一度も見てないわ、2番誰。いただきまーす。うん、まあもう今日7万負けて、2日間で10万負けましたね。11月が最悪のスタートを切りましたが大丈夫なんです。来週なんとあの馬が出ます。僕はね2年間待ちました、この武蔵野ステークスにあの馬が。ダートの 1600m って中央では東京しかなくて、でしかも左回りのワンターンで芝コーススタートでとか、かなり特殊な条件なので、やっぱりこうユニコーンステークス勝った馬とかはフェブラリーも目標にするし、武蔵野ステークスとかもね結構使いがちなんですけど、まあ、なかなかね出てくれなかったんですよね。で僕は武蔵、まずフェブラリーもそうだけど、フェブラリーの前に武蔵野ステークスで見たいなと、ペイシャイスを武蔵野ステークスで見たいなと思っていたところ、来週いよいよ武蔵野ステークスにペイシャイスが出るんですよ。本当に本当に楽しみです。あのエリジョとか正直あのもう二の次です。うん、やっぱ武蔵野にその2年前はアドマイアルプスから10万買ってみたいな、もう武蔵野ステークス大好きなレースに大好きな馬が出るんだ。ペイシャイスさえ勝てばもう 100% 僕当たるので、今日の負けなんてもうジョーンって返せるんですよ、ペイシャイスが勝てばね。でもいけると思う、エンペラーバケアとコスタノバでしょ、俺はいけると思うんだ、まあ勝てるんで、はい、だから今日は負けてますけど、まああと2回しこったしね、もうね怒りの西こりかましたんで、あのもう怒りだいぶ和らぎました。あとペイシャイスが出るんでね、まあてな感じで、まああのエリジョだけね当てれるように頑張りますわ。うん、武蔵野ステークスはねペイシャイスが勝つんで、はい、10万負けてしまいましたが、あの皆さん、ペイシャイスぜひ買ってください、一緒にオッツ下げようそれでは本日もご視聴ありがとうございました。